増装は、兵器外部に取り付けられる、追加の燃料タンクのこと。内蔵燃料では、不十分な、長期、長距離作戦を遂行するために装備される。増加燃料タンク、増設燃料タンクとも、軍用機の翼化、機体化、機体側面、軍用車の側面、後面などに取り付けられる。大日本帝国陸軍の航空部隊では落下タンクと、 称した軍用機に用いられる造装には、ドロップタンクとコインフォーマルフューエルタンクがあり、初期のジェット戦闘機やジェット練習機などには、翼端増造装が用いられたことがある。この他では、主フロート内部に造装を設けた二式、水上戦闘機や、主翼下に固定式造装を備えた C-130 などの例もある。現代、外部搭載品を前提に設計された、 軍用機の大部分はあらかじめ基本装備に増装を含んでいる。加えて増装は大きな容積を持っていることから機体回収や風洞試験を要さず手っ取り早く大型の装備品を追加する手段として増装を模した、あるいはそのものを筐体に流用することがある。代表的なものがドローグホース、ポンプ、巻き取り機を追加しタンク内の燃料を他機体へ供給する。 空中給油ポッド。他にも、各種カメラ、センサー等を内蔵する偵察ポッド。大気中の核爆発の詳細を探るための、囚人ポッド。変わったところでは主に搭乗者のための貨物用、トラベルポッド等がある。翼下のハードポイントにドロップタンクを搭載した、P-51 主翼下のハードポイントに、ドロップタンク。 主翼の翼端にチップタンクを搭載した F-104SF-15E のコンフォーマルフューエルタンク機体量を脇に増装を装備した UH-60JT-72 の増装増装兼用のサイドスカートを装備したスウェーデンの STRV-103C 型戦車や自走砲、装甲車のような軍用車両にも増装が取り付けられることもある。 戦車の燃料は、因果点の高いディーゼル燃料であっても、流弾の爆発の高温で着火し、装備位置によっては、車体全体が炎症して危険であるため、非常時や戦闘時のために、車内から操作して投機可能なものが多い。戦後のソ連軍戦車の場合、フェンダー状などにも露出した固定式の燃料タンクが搭載されたものが多いが、 中東戦争ではこれらに着火してしまうケースが実際に多かった。通常、外装式のタンクが着火しても、車体外側が炎症するだけであり、爆発はしない。しかし一方で大量に燃料が残っている状態などで引火すると消火が困難でそのまま戦車が全焼した事例も多々ある。また、第二次世界大戦直前に燃料補給の利便化のために、 ジェリカンが発明され、補助タンク代わりに、車体外部に大量に搭載している例も見られた。不評用の蛍光型対戦車兵器に多く、用いられている、成形作薬弾への防御効果を期待して、因果の危険を考慮した上で、外部燃料タンクを装甲の一種として配置した、設計の例もある。ありがとうございます。